おはようございます。レイです。11月9日、土曜日の今日は、タピオカの日です。長野県松本市に本店を持ち、東京都中央区に本部を置く、ヨーグルト、デザート、チルド飲料の製造販売などを行う、厚みの食品工房を株式会社が制定。 自社のタピオカ入りの商品の PR が目的ということで、日付は台湾で人気があったタピオカミルクティーを2002年11月に同社が日本で初めてチルドカップ容器で製造販売したことと、当時この商品の別名がキューポンと呼ばれたことから、そのキュを組み合わせて11月9日としたとあります。このタピオカなんですけれどもね、流行ってはスタレ、流行ってはスタレしてるんですけれども、 店頭からね、消えてしまうことのないね、かなりね、安定した商品になりましたよね。そして、そんなタピオカミルクティーとね、一緒に召し上がってはいかがかなっていうことで、次にご紹介するのが、アイシングクッキーの日というのをご紹介いたします。兵庫県芦屋市に本部を置き、日本で初めてアイシングクッキー講師を要請する認定講座を作った一般社団法人、日本サロネーゼ協会が制定。 アイシングクッキーの楽しさや技術を全国に普及させることが目的。ちなみにこのアイシングクッキーとは、砂糖やクリームなどでデコレーションをしたクッキーのことで、クリスマスやバレンタインのお菓子としても喜ばれているそうなんです。日付はアイシングクッキーが作りやすい機構であり、11と9でアイシングクッキーの語呂合わせからとありました。 このアイシングクッキー自体ね、私ね、あんま知らなかったんですけども、ただ内容を聞くとね、あ、これ、身近なお菓子でもちょっとあるかな、なんていうふうに思います。昔からね、市販されているクッキーの上にね、チョコレートが乗っかっているもの、あれがね、原型だったんじゃないかな、っていうふうに私は考えております。そして次にご紹介する記念日ですけれども、甘いもの続きでね、クレープの日というのをご紹介いたします。 こちらは毎月9のつく日が記念日となっております。株式会社モンテールが制定。日付は数字の9がクレープを巻いている形に似ていることからとあります。毎月9日、19日、29日と9のつく日を記念日とすることで、より多くの人にクレープの美味しさを知ってもらうことが目的とあります。今日はタピオカをはじめとしてね、甘いものでね、一つの記念日をまとめてみました。 やはり甘いものというと、人をね、笑顔にしたり、心をね、幸せにしたりとか、豊かにしたりとかっていうね、効果があると私は思うんです。だからこそね、甘いものを食べて、心を落ち着かせる時間なんかをね、取られてはいかがでしょうか。この動画がね、何かのお役に立てれば幸いです。もしよろしければ、高評価とチャンネル登録をどうぞ、 よろしくお願いいたします。そしてね、明日の日曜日、だいたい7時ぐらいから。まあ、時間に遅れることもありますし、早くなることもありますけれども、あの、ライブの方を行いますのでね、もしそちらの方にもね、お越しいただければ幸いです。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしくださいね。では、